こんにちは、ロスジェネのアイダです。今回の動画では以前コメント欄で質問いただきました。中卒や高校中退でも通信制の三能短大や大学に入学できるのかをテーマにお話ししたいと思います。あと皆様にお願いがありまして、私は5年前に三能短大を卒業しただけの単なる卒業生ですので、現在の三能の基準やシステムについてはネット検索で知識を得ている素人同然です。私が在籍していた時代はスクーリングは通学が主流で、科目習得試験も大学などの試験会場で受験する必要がありました。さらに必須科目があり、必須科目をクリアできないと卒業できない時代でした。現代はオンラインのスクーリングがメインであり、必須科目という概念がなくなり、試験も自宅でネット受験になったとのことで、だいぶ昔より卒業しやすい環境になったようですね。コメント欄で三能について質問いただけるのはありがたいのですが、学校関係者でもないので知識に乏しく、お答えするのに時間がかかってしまいます。さらに社労士コース以外のコースはほとんど知らないというのが本音です。本気で進学を検討されるのであれば、三能のホームページを見るか、直接大学に質問してください。概要欄に通信制三能短大のリンクと質問フォームのリンクを貼っておきますのでご活用ください。さて、本題の中卒や高校中退でも通信制の三能短大や大学に入学できるのかについて申し上げます。結論から申し上げますと、中卒や高校中退の場合は大学の入学資格を満たしていないため、正科生としての入学はできません。しかし短大であれば入学資格取得生となって、正科生としての入学資格を目指すことは可能です。ちなみに大学には入学資格習得生はありませんので、短大から目指すことになります。入学資格習得生になれる条件は満15歳以上であれば可能です。では具体的にどのように手順を踏んで短大卒もしくは大卒の資格を得るかについて解説していきます。ステップ1、入学資格取得生となり半年から1年以内に必要単位を習得する。6ヶ月以上履修し、所定の6科目16単位を習得する必要があります。ステップ2、三能短大の正科生となる。正科生が所定の6科目16単位を習得できれば、短大から入学資格認定通知と正科生用の入学志願書一式を毎月上旬に送られてきます。ちなみに入学資格習得生は15歳以上でしたが、短大入学には18歳以上でないと入学できませんのでご注意ください。また他の大学入学資格はなく、通信制の三能短大のみの入学資格となりますのでご注意ください。ステップ3、三能短大卒業する。最短2年間で62単位以上ないスクーリング15単位以上の単位を習得して三能短大卒業。この時点で最終学歴が短大卒になり、産業能率大学を含む国内の全ての大学へ3年次編入学できるようになります。ステップ4、大学へ3年次編入もしくは2年次編入する。三能大学へ3年次編入のほか、他の大学へも編入学が可能です。他の大学ですと2年次編入となったり、編入学試験が別途必要になりますので、最短でローコストで大卒が欲しい場合は三能大学への編入一択が正解だと思います。私は他の私立大学の通学生2部へ2年次編入りしました。編入学試験もあり、その後の入学などのコストも5倍でしたが、どうしても行きたい大学だったので個人的には満足しております。ステップ5、大卒になる。
通信制の山王大学を卒業された場合は、就職支援などがありません。個別での就職活動が必要になります。通信制の山王大学は、社会人のための大学という位置づけがあると思います。もし、就職へのバックアップが欲しい場合は、大学編入の段階で他の大学へ編入されることをお勧めします。入学資格取得制は8万7000円でなることができます。最短で半年で山王短大入学の資格が得られます。今から高校に入学し3年間学習し、高卒資格を得るのに比べ、かなりコスパが良いと思います。現代日本では、アルバイトでさえも高卒以上という募集項目が存在するため、中卒であると選択肢が狭まってしまうことがネックですが、山王で入学資格取得制となり、最短で半年で入学資格を得て、2年間で短大卒業してしまえば、学歴の壁をクリアすることができる。素晴らしい制度だと思いました。山王短大は通信制の中でも卒業率が 70% 以上とかなり卒業しやすいですが、実は学習につまずいたり仕事との両立ができず退学される方も3割以上いらっしゃいます。全く勉強しないで卒業できる大学ではありません。とはいえ懸命に学習すれば卒業できる大学ですので、もし入学を決めた場合は、ぜひ頑張って取り組んでいただきたいと思います。